では金星探ですね、参りましょう。まずうつうす、金鏡嶺、高山右近、マニラ、元那ですね、和じゃないよ、元那の大殉教で、平戸、長崎、イギリス、スペインで、朱印状、老中、奉書先制度。OK。では参りましょう。江戸幕府の、ね、外交政策といえばもう鎖国です。国を閉ざすということやけど、でも正確には、オランダとは関係維持してましたからね。まあ簡単に言うと、まあ相手を選ぶ貿易制限みたいな感じよね。ということです。なぜそうなったのか、家康は貿易制限じゃない、もう全然真逆ですよ。積極貿易論者ですよ。東南アジアだろうがヨーロッパだろうが、もうガンガン貿易を広げていこうと考えていた。ところがですよ、まあ、結局結論はもう最後鎖国になるわけやけど、まあ、これ実は家康が亡くなった後、死んだ後ね、やっぱり二代将軍秀忠、三代家光、この二代三代になるにつれて、だんだんね、このね、次第にこの規制を、加えていって、こう縛りを強化していって、でなんか気がついたらなっちゃったって感じなんですよ、実は。なし崩し的にね。その理由2つです、2つ。ちょっと見ていこう、先に。1つ目は何か。これはやっぱりね、禁教。この禁教の徹底、これなんですよ。禁教という言葉、OK。秀吉のところで説明したよね。宗教を禁ずるってことやけど、仏教、神道とかは適用されませんからね。これもキリスト教弾圧です、禁教っていうのは、日本史において。これを徹底するってこと。だから、最初はですね、やっぱね、鉄砲を欲したんですよ。九州の大名を中心に、もう積極的に、キリスト教を、迎え入れてですよ。で自らね、こう入信して、信者になるコアなそういうやつらも出てきたわけですよ。ところがね、秀吉時代ぐらいからね、だんだんこのね、要するにスペイン、ポルトガルの、彼らが世界で何をやってるかがちょっとずつ分かってきた。アフリカや、中南米でですよ、圧倒的軍事力で、現地の、国々を侵略してですよ、富を奪い、取っていって。で現地の人を奴隷として、売買するなんて、とんでもないこの蛮行、やっとるわけですよ。このね、脅威がやっぱりね、だんだん明るみになってきた。明るみ、つまりやばさに気づき始めたんですよ。そこでほら、秀吉は、バテレン通を出したでしょ、バテレン通を。そういうことよ。だから、キリスト教、の布教、これがカトリック、カトリックといえば、これがスペイン、ポルトガル。スペイン、ポルトガルの侵略を招く。これを恐れたんですね。これを恐れた。まんざら、この杞憂でもないですからね、本当に。つうことですよ。で、まあ、もう一個は、もう一個はやっぱこの宗教一揆ってやつやね。宗教一揆。つまりキリスト教の一揆、これに発展する可能性がある。宗教一揆、これらを恐れた。ちゅうことです。まあ、宗教一揆とは何か、これ島原の乱ですよ。半年以上かけますから、鎮圧に。まあ、実際だけ島原の乱が起きてから、この、まあ、鎖国をね、もうね、決意する、完全に、わけだけど、まあ、一応そういうことですね。そういうことですね。1個目、禁教政策ね。キリスト教やったら、もう必ずもうスペイン、ポルトガルセットでついてきますから。そういうことです。2つ目、貿易でしょ。やけこの貿易をね、やっぱり好き勝手させたらやばいと。貿易、統制、ってことですよ。貿易は儲かる、儲かる。だから何ですか、平の清盛も、足利義満も信長秀吉もやってきて、家康もガンガンしとるわけですよ。そうでしょ、でこれで、その諸大名が、もう当然やりたいわけですよ。
でも勝手にさせたら、ね、経済力つけてま、ね、したら参勤交代の意味なくなるじゃないですか、ね、大名強くなったらやばいでしょ、ね、だけその大名の財力を抑えないけんで貿易統制、つうことです。大きく分けてこの2つの理由かな、つうこと。いい、ね、じゃあ今から具体的に中身を見ていきましょう。我々はね、この鎖国になったちゴールしてますからね、どういうこのプロセスで鎖国になっていくか、これを見ていきましょう。まず、はい、禁教令です。これ1612年なんだけど、ね、最初は幕僚だけやったけど、翌年も全国に適用していきます。あ、キリシタの国外追放と、国外追放。これほら、秀吉も出してるよね、バテレン追放。ね、どう違うのかっていうと、秀吉はね、最初ビシバシしてましたよ、ビシバシしてた。ところがだんだん年取ってきて、なんつうかね、なあなあなってきたんですよ。なあなあなってきた。そういうこと。江戸幕府はこれを徹底して貫きますから。まあそこの違いですからね。大名だろうと容赦しない。高山右近、高山右近、ね。これまあ、戦国武将としてはそこまでね、メジャーじゃないんだけど、ね、こんな感じね、こんな感じ。うん、秀吉の家来ですよ。わかる、これシャレ男なんですよ、シャレ男。何番こう趣味の何番、この好み、そんな感じ。ところが秀吉バテネツイを出して、さすがにね、あのどっち選ぶかよね、キリスト教か大名かと、ね、高山君のすごいところはここでね、キリスト教を選んだんですよ。大名としての地位やね、名誉やこのね、暮らしを全部捨てて、ある意味すごいよね、すごい。でね、この、まあ、関ヶ原後ですよ。高山右近はね、結局ね、まあ、加賀百万石が ね、迎えるんですよ。まあ、客人として。すごいおしゃれやからね、彼、すごいセンスがいいから、もうすごい加賀がおしゃれになっていくんですよ。加賀の前だけがね、彼をね、迎え入れた。ね、迎え入れた。おしゃれオツなんですよ。ところが、江戸幕府になって、禁教令出た。でも彼は捨てない、キリスト教。どうするか、国外追放ですよ。国会って雪の降るね、加賀をこんな感じで、こんな感じで、ね、こんな感じで、まさにこの十字架を背負うイエス・キリストみたいな感じで平家物は描いてますけどね。いや、すごいね、すごい貫いたんですよ。やけこれ受験的に言うと信長秀吉よりも高山君の方が出ますからね。つうこと、マニラ、マニラはどこかっていうとフィリピンですよ。フィリピンに追放されたということですね。はい。で、源田の大殉教、源田の大殉教。ね、まあまあ順番的にはね、源田の大殉教22なんですけども、ちょっとこれ置いといて、こっち行きますよ、こっち行く。はい、貿易制限していく、だんだん。今までフリーやったけど、はい、ヨーロッパ船来航、平戸長崎に限定する。平戸長崎に。平戸長崎、ね。長崎は分かる、長崎ここですよ、長崎。平戸はやけ前も言ったけど、ここですからね。ここ。ここ。島なんですね。今も橋があって繋がってますけど。もともと平戸が中心やったけど、だんだん長崎、最終的に長崎なんですけどね。なるわけやけど、出島長崎だからね。平戸、長崎。二個制限でって言うけど。平戸ね、どうでもいいけどね、キャプテン翼で出てくるんですよ。平戸一中のね、この慈瞳とね、佐野コンビ。もう慈瞳くんね、行くたいって書いて。ごついんですよ。めっちゃでかい、体が。でこれ何がポイントかって、怪しげなね、九州名物かね、行くたいとか言って怪しいんです。なんかちょっとなんか九州バカにしとんじゃねえかと思いますけど、聞いて長崎人タイとかあんま言わない、言うのかな、ね、でこの古文の佐野、まあ、一個後輩なんですけど、こいつはいつもケケケツね、ケケケツってケケケケケって書いて、ただそんだけなんですけど、なんか平戸と言ったらね、このコンビなんです僕の中で。ということで、はい、制限しましてと、制限しまして、でここで源田の大殉教するわけですよ、ね。22年なんですよ、22年、ね、国外追放しつったけど、国外追放せんやつがおろったわけですよ、宣教師とか。ね、こう見せしめですよ。しかもそれぞれかくまった日本人がおる。そったら50人近くをもうしょっぴいて、しょっぴいて、もう見せしめですよ。処刑したと。ね、斬首して、宣教師は火炙りですよ、ほんと。強烈なこの迫害ですね。場所はね、これ長崎ね、長崎の地図。ね、こう長崎駅、こう、ここね、ここね。僕は今度7月に多分九州大会に行きますけど、長崎に。
ポチッと拡大しよう。ここね、ここね、長崎駅のね、ちょうどこの大通り挟んでね、ね、このちょっとその大通りの反対側、これちょっと丘になったんですよ、高台に。ここ、西坂って言うんですけど、こう長崎駅あったら、てててと来てね、なんかこの辺から上がってくる、ね、上がってくる。西坂公園地、ここなんですよ。ああ、ね、ここに行ったらね、今こうやってね、坂上がっていく。長崎も坂の町ですからね、坂の町だから。ね、ポチッとな。で、こうレリーフがあるんですよ。こう実はほら、秀吉の、ね、弾圧。26聖人殉教もここでやったんですよ。ここでやっと。同じ場所で江戸幕府が源内の大殉教をやったんですよ。絵が残ってますけど。残首と火炙りつって。まあ、見せしめですよ。見せしめ。ああ、中国ですね。はい。ね、なんとも本当ね、胸が痛いますけども。つうこと。はい。で、どうなったかですよ。まあ、結局、どこが生き残るかです。イギリス、オランダ、スペイン、ポルトガルで。まず脱落したのがイギリス。23年。これ、まあ、ゆくゆくは年を抑えないけど、23イギリス。ね。ああ、まあ、結局みんなね、やっぱ独占したいわけよね。貿易を。やけまあ、もうライバルよ。ね。やけ足の引っ張り合い。ああ、もうディスリ合戦みたいな感じ。で、最初にこう、イギリスが退去。退去。ね。で、次、翌年、この24、スペイン退去。スペイン退去。ね。ちゅうこと。こう、スペインの覚え方、こっちから覚えた方がいいじゃんね。4でしょ、24でしょ。4ってこう中国語で何ちゅうのか知っと。中国語で1、2、3、4をイーリャン、サン、スーって言うんですよ。イーリャン、サン、スー、焼きビーフンとか言って。今、県民の焼きビーフンの CM も流れてないもんね、ほんとね。ね、スーでしょ。スーだけスペインなんですよ。イーリャン、サン、スー、スー、スペイン。スペインやけ、その前がイギリス。イギリス、スペインみたいな感じやろ。こっちを先に覚えた方がいい。そういうこと。はい。で、残ったのはあとポルトガルと、オランダや。さあ、どっちがね、最後生き残るのか。次、31年。ああ、ね。ああ、朱印状があったね、朱印状がね。もともと、やけ、許可が制やったね、朱印状。これ。朱印が押されとる。これは、やけ、日本、より、安南国。前回、ルソン国やったけど、安南国、ベトナムですよ。ベトナムに至る船やと。ベトナム行きの船やと。こう、バックの印鑑を押されて。ね。朱印状、朱印船貿易やってたけど、規制強化します。ここにね、この、これ、老中褒書つってね、老中が出すこのね、文書、これも必要になった。ああ、ね、これ老中のサインなんですよ、老中のサイン。これがね、松平伊豆近いと、松平伊豆の神。これ出てくる。島原の乱鎮圧した、ね、ね、有能な老中ですよ。知恵伊豆と言われますけど。ああ。だけ、朱印状プラス、老中褒書が必要になったと。これが褒書制制度です。褒書制制度。ね。ちゅうこと。どんどん縛りが強化されていく。鎖国の流れを見ていってるわけですけども、30年代すごい大事。いいですか ?31 年、この褒書制制度が始まると。始まる。規制強化。はい。からのと。このね、30年代はね、31、33、35、37、4、39と。すごい大事。まず移そうか。まず移そう。島原の乱、天草四郎時貞、原城で、島原は松倉、天草は寺沢で、小西行長、はい、板倉重政で、松平信綱、綱ですからね、網じゃないよ。で、長崎の出島で鎖国と。移しました。 OK。30年代、すごい大事。鎖国でしょ、鎖国。ね、鎖国。ね。これ、ね、3、5、9なんですよ。どういうことかっていうと、33、35、39、これすっごい大事。すっごい大事。まず行きましょう。33年、どうなったか。放射線以外の海外渡航、禁止。ね、あ、放射線持ってないとダメと。そういうことです。放射の方気をつけてね。ほら、諸藩の大名統治で放禄制あったよね、放禄制。放禄制はこうですからね。放禄船任命がいるんですよ。放射船はこれですから、奉公の方ですから。
気をつけよう、気をつけよう。いい。はい、法所詮以外の海外渡航禁止。これが鎖国の鎖。はい、2年後鎖国の子。いきます。日本人の、ね、もう法所詮もクソも、収入もクソもないと。日本人の、海外渡航。ね、あ、禁止。アンド。ね、一回出ていたら、ね、帰ってきたらいかんと。帰国も禁止。日本人の海外渡航帰国禁止。事故ですよ。これね、嵐あってね、このね、遠くに漂流したとかよくある話ですよ。ね、もうそうなったらもう帰ってきてはいかんと。これひどい話ですけどね、これが鎖国の子ですよ。やけ聞いたことないか、ジョン万次郎とか。ね、このね、高知のね、クジラ漁師が嵐にあって、アメリカ渡ってまうと。ね、あで、そこから帰ってくるんですよ。これ、ジョン万次郎とか例外中の例外。ね、アメリカ通として、これね、日本幕府は受け入れたんだけど、ね、ちゅうことですよ。鎖国の子。で、鎖国の子、く、行く前にと、この37。人無残な、この覚え方、すごい綺麗。人無残な島原の乱と。ね、いうことで。最近ね、天草島原の乱っちゅうんですけど、まあもう島原の乱でいいですよ。次に、このね、キリスト教域が起こるというわけですね。まずこう場所確認しようか。島原の乱。長崎ですよ、島原。ね、島原半島、ここなんですね。ここ。こう雲仙っちゅう火山がある。僕はね、小学生の頃こう爆発してた人亡くなったんですよ、噴火して。天草はここなんですよ、こう島、天草。ね、で、ここでね、この一揆勢が立てこもった場所が島原。島原。ポチッと。ここ島原半島ね。ね、でここ島原は中心北側なんだけど、立てこもったのはね、こう南なんですよ。南島原のね、ここなんですよ、ここ。ここ、拡大。こう海に面したね、この原城って原城。もともとね、一国一条例でこれ、その城はこう取り壊されたんだけど、ね、そこにね、なんと一気で立てこもって、あっという間にこうリサイクルしてですよ、城作ってもうて、ね、まあ、これはまあ復元された後やけど、まあ、断崖絶壁ですよ。ここに一気勢がなんと3万立てこもった。3万ですよ、一気勢。3万。なぜこんなことが起きたのかと、まあ、この背景ですね、背景。うん、まあ、少し説明しておきましょう。島原 の、 この松倉氏、大名ですね。天草の寺沢氏、これがね、まあ、簡単に過酷な年貢取り立て、ね、絞り取ったんですよ。藤原の源明みたいなことやったんですよ。これで百姓たちがぶち切れた、ぶち切れた。まず一つ目の要素、百姓一揆です。百姓一揆。そこにこのキリスト教を加わる。キリシタン大名、小西行長、覚えてる？関ヶ原ですよ。ね、石田三成、小西行長、商人大名だけど、日吉に可愛がられてね。ね、西軍で戦ったけど、負けて、斬首。ね、これ取り潰しですよ。この小西行長の領地の一つが天草やったんですよ。天草小西領。ちゅことは、彼、キリシタン大名だから、すっごいキリスト教に寛容ですよ。むしろ盛ん、盛ん。すっごいキリスト教徒多かったんですね。これが江戸幕府になって、でもキリスト教けしからんってなるわけでしょ。ね、くっそーって感じや。宗教一揆。さらに一回、小西家地の戦国大名でしょ。これが倒産ですよ。取り潰されたんですよ。で、行き場を失った浪人いっぱいおるわけですよ。彼らがこの一発逆転、狙って、ね、このね、原城に、入っていったんですよ。やけ、まあ、もうこれめちゃくちゃ簡単に言うとね、ね、やけ、百姓一揆でしょ。うん、ね、これに、ね、もともと、まあ、島原の、まあ、宗教一揆としたら、例えば、加賀の一個一揆ですよ。ね、これにこのね、武士が加わって、山城の国一揆。これにまあね、象徴の特性一揆も加わって、もうそんな感じよ。島原の、これすごいですよ。すごい規模ですよ。3万ですからね。ね、さあ、どうするよ、ほんと。ね、この3万の心の支えとなったのがこの天草四郎時貞17歳と言われている、まあ、本当かどうかわからん高校生一応ね天草時貞なんやけど6文字書けって言われたらこれ天草四郎時貞って書かなきゃいけないですね、うん、だけ、まあ、これで覚えておこうなんか知らんけど天草四郎時貞って言うんだよね、まあ、これで覚えましょう、ね、17歳と、まあわからん肖像が残っとる。まあ、絵ですけどね。ポチッとな、こんな感じ。
まあ大体やっぱイケメンで描かれるね、イケメンでね、美少年っつって、美少年っつって、ね、もう南蛮風です、南蛮風ね、うん、いろんな奇跡を起こしたとな、水の上を歩いたとか、ね、瀕死の病人をね、このね、手かざしで治したとか、まあちょっとわか、本当かそうかわからんですけどね。これね、一期生がね、なんかね、こうテンション上げるために自分たちでこの、なんていうの、シンボルを作り出したんじゃないかという説もあるんですよ。ね、あ、偶像をね、作り出した。まあ知らんけど。バーチャルアイドル説があるんですよ。初音ミクタンじゃないけど。うん、真相はわかりませんけどね。うん、つうことで。さあ、これを鎮圧じゃないか、鎮圧せな、うん、まず最初の司令長官、板倉重政、ね、これ九州の、ね、大名総動員です、総勢12万、ね、あ、まあ板倉重政余裕しゃくしゃく、百姓風情に戦ができるかと3日あればいいって、3日あればいいね、つうことですよ。まあこんな感じでね、あ、取り囲んだね、ああね、ところが3日経っても、1週間経っても、10日経っても、1月経っても落ちないんですよ。落ちない。焦り出す。ね、お前らかやつ感じですよ。どうなっとんやつ感じで。で、これ別の老中派遣されるんですよ。この連絡入った。したらもうこれね、あ、無能の証じゃないですか、変えられたら。ここでいかんってことで、もう先頭に立って、行けやれ突撃っつって、陣頭指揮取ったんですよ。ね、したらですよ、なんとその陣頭指揮取ったところを狙い撃ちされて、バーンって撃たれて、討ち死に。司令長官死んどるんですよ。ああ、これもう本当ただの百姓一揆じゃないよ。ああ、この専門兵がね、この小西の生き残りがね、加わってますから、もうすごい専門的で、これ組織的になってますよ。ちゅうこと、司令長官討ち死に。やばい。ね、その後後任が松平信綱。知恵伊豆と言われた、知恵伊豆。考えた。これはもう正攻法無理やと。もう犠牲が、ね、増える一方。そこでもうなりふり構わず落としに行った。何したと思います？ね、簡単ですよ、まあ、彼らは結局支援助けるところありませんから、ね、もう囲めばいいんですよ。簡単に兵糧攻めですよ。3万ほどですよ。いつか食い物なくなると、ね、そのひたすら包囲、ひたすら包囲やった。まあこれ正解ですね、確かにね。あ、最終的にまあね、一騎勢はもう食うもなくなってですよ、もう骨と皮だけになって、一応、ね、鎮圧に成功しました。成功した。あ、しかしこれ4ヶ月ぐらいかかってますからね。百姓ごときで舐めとったけど、通報ですよ。ああ、ね、でこれ、まあ、板倉と寺沢はね、板倉斬首食らってますからね、責任取って。寺沢もね、この天草没収されるけど、もう恥やつって切腹してますよ。ああ、まあ、この後多分ね、やり方は、ね、改善されたんじゃないかと思いますけども、いや、しかしですよ、本当、ね、壮絶な、ね、多くの犠牲を払ったですね。ああ、まあ、やけね、これで完全に決意する。完全に決意、ね、もうダメだと。キリスト教やばいと。マジやばいと。ああ、つうこと、ね。で、39年、どうしたか。ついに、ね、もうカトリックやばいんですよ。やばい。ね、こいつら本当ね、もう恐ろしい。ちゅうことで、ね、最後、オランダとポルトガル残ったけど、どうしたかっていうと、ポルトガル戦。これね、ポルトガル戦に資料でね、カレウタ戦って言われるんですよ。カレウタ戦。カレウタ地来たら、これもポルトガルの船ですから。ポルトガルの船。来航禁止と。そういうことです。もう完全にカトリックとの関係を断った。断った。ああ、これね、包囲人でしょ。これ見て、これ、わかる、この船。ああ、これ西洋船ですよ。ああ、これ、オランダの船なんですよ。オランダの船が攻撃しとる。ああ、ね。これね、うまい。オランダに、ね、ポルトガルの国旗を掲げて撃っとんですよ。ね。彼らの最後の希望はポルトガルですよ。ポルトガルが助けに来てくれる、同じキリスト教徒やけ。ああ、最後の、ね、希望。ところが、そのポルトガルが砲撃してきた。いや、実はオランダなんやけど。これで完全に心折れますよ。ああ、中国。ね。これ、ポルトガルはね、バック要請したんですよ。撃ってくれって、砲撃してくれって、ね。ところが拒否っとんですよ、ね。やっぱまあ同じキリスト教ですから ね。オランダは、あ、いいですよって、ね、撃ちまくっとる。ここですよ、最後の決め手は。だからもうどうしたかっていうと、もうポルトガルを切る。ああ、ね。こいつらやっぱ、ね、不況の思いが強いんですよ、ね。オランダは関係ない。不況じゃない。商売だけだから。ね、これ見て、バックはもうポルトガルとの関係を断った。
たった、ね、中国です。で残ったのはそうオランダが残った、ね、オランダを最終的に長崎の出島に移した。あ、長崎の出島、後で詳しくやりますけど、長崎の出島、人口の埋め立て地ですよ。ここに移して、長崎人、ね、あのオランダ人ここだけ OK なの。あ、でここを通して、まあ、オランダと、ね、交易を行った、江戸時代ね。あ、そういうことですよ。これによって、はい、鎖国が完成したと。で最終的な勝者はオランダだと、いうことですよ。 OK、 はい、鎖国の完成、いいですか。もう一回言うよ、鎖国の鎖、他も大事やけど、まず鎖国の鎖国を抑えましょう。放送船以外の海外渡航禁止。鎖国の子、日本人の海外渡航と帰国禁止。で鎖国の区はポルトガル船来航禁止。でサンキューと、ポルトガル今世話になったね。で鉄砲もポルトガルですからね。あ、でもありがとうという意味込めてサンキューと。カレウタ船っていうのはね、ガレウタって言うんですよ。ポルトガルの保線のことガレウタ、ね、これが訛ってカレウタになったと、まあ、日本人からしたらそう聞こえたんかもしれんけどね。あ、さあ鎖国完成ですよ、コメデューシャルね。あ、だから秀吉はなあなあになった。でも江戸幕府は徹底します。禁教の徹底でしたね。鎖国の狙いの一つは。禁教の徹底のため。オランダ以外との関係は完全に断つと。秀吉は不徹底だった、なあなあで不徹底だった秀吉に対して江戸幕府は、ね、徹底して貫徹した。ここが大きな違いですよ。いいですか、はい。ということで、でだけあとペリー来るまで日本の関わった唯一の欧米は、欧米諸国はオランダであるということですね。鎖国です、うん、でこれまたねやっぱプラスマイナスがあるんですよ。ちょっとだけ考えよう。プラス面はどうだったかというと、結局ヨーロッパの、ね、戦争に巻き込まれませんでした、日本は。ああ、うん、ね、結局平和、まあ、ここで41でしょ、まあ、大体だけ1641やからね。ペリクルのは1853ですからね、うん、まあ200年、200年間巻き込まれなかった、ヨーロッパの戦争に、まあ、平和だったということね。これプラス面、しかし何度も言うけども、プラスがあれば絶対マイナスがある。マイナス面なんか、ヨーロッパはね、もう戦争戦争また戦争ですよ。戦争に明け暮れとんですよ。あ、それによってね、大きな犠牲を払うけどね、それによって技術が進歩発展するんですよ。あ、日本は平和やった。だから裏を返せばね、緊張感ないから技術が進歩発展しない、こういうことなんですよ。ヨーロッパの、ね、この技術革新、ね、このイノベーションといいますか、200年遅れてしまうと。ここなんですよ。平和が絶対正しい、これは嘘ですよ、嘘です。その平和が素晴らしいし尊いものやけど、実はそのマイナス面もあるんだと、ね、そういうね、やっぱ深みのある人間ならダメですよ。あ、ね、戦争素晴らしい、ね、あの平和素晴らしい、戦争絶対反対、ね、これだとやっぱ浅い浅い、ね、必ずプラスがあればマイナスがあるし、マイナスがあればプラスがあると、ね、そういうことです。いいですか、はい。